こんばんは。そう、ユニット。そうなんです、実は。3個させていただきましたけど、チームライト9周年記念公演ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。私のこの重いね、こちらのバッグに入ってますけど、いろいろ何取ろうとしたんだっけ。青リップだね、リップ。こう、なのリプリーよ。あ、ちょっとクリスマスイブ感動しました。リハの本当に最初に一緒に歌った時のやつを一回流して成長具合を見せたい皆様に。本当は成長具合を見せたい、本当に。ってぐらい、そうそう、20日もね、20日がサビの時にこう下のハモリをやってくれたんですけど、そうで、私は B メロ、粉勇気がのところをハモるっていうね、どっちもハモリやろうっていうような感じでねやっておりましたけど、そう、あつかちゃんはね、ちょっとハモリ苦戦してましたけど、昨日も夜じゃない、昨日もカラオケに行って練習したり、レッスンの後に二人で残ってやったりやりましたけど、いや今日の本番が一番良かった、本当に。そう、私はもうなんて言うんだろう、好きで歌ってたのもあるし、アナクリをずっとね。だしハモリとかは割と得意な方なんですよ。だからそんなにもう、ガラスの I love you のが苦戦しましたけどガラスの I love you はちょっと難しいんだ、実は。あれはちょっと難しいんだよ、実はね。そうなんだけど、まあ、それ置いといて、そう、つくちゃんは
一番穴くりが、歌詞も難しいですしね。だってずっとね一緒にこの音程、うん、ちょっと違う、こっちこうやってみたら、できたみたいなことを本当にここ1週間ぐらいずっと言ってて、そうだから大サビに入ってね、そう入った時にもしゃこれはもう来たわって思いましたね。メイク顔よ基本的に緊張 very そう、グリはめっちゃでもね、2人で合わせれる時間が本当に少なかったんですけど、ちょっとあれ読みますね。ちょっと待ってくださいね。オムライスさんお疲れスタンプ、あのねさん花束、あのねさんパチパチ、そしてくまちゃん、そしてエイトタワーありがとうございます。エイトタワーありがとう。エイトタワーはもうほんと今日明日とまでですかね、多分わかんないですけど、どのぐらいまであるんだろう、これ今月かな。チームエイトタワー嬉しい、ありがとうございます。しっぽさん疲れスタンプ、ひさしさんイースターエッグか、これなるほど。しひろさんくまちゃん、ひろさんハートありがとうございます。ハッツとクリスマスイブ感動しました。嬉しい。昨日誰かショールームでミッサーの声が本当に好きだと言ったメンバーがいるけど、誰か知って誰だろう、誰わかんない。でも本当にありがたいことにいろんな方がチームフォーの過ちとか舞台から帰ってきてからですね、本当によくさらに言っていただけるようになったの。メンバーとかがめっちゃ好きって言ってくれたり、そして本当に嬉しいんですよ。そう、ヒカルンがショールームでめっちゃミスさんのこと褒めてて、嬉しい、なんて言ってた、ちょっと画面録画送っといて。本当に星の温度のミスさんのダンスがもう良かった。いや私ヒカルにめっちゃもうやっぱリハーサルしてるから、もう前から誰が何の曲やるとか、まあメンバーだから知ってるじゃないですか。もうリハーサル最初のリハーサルの時点からもうずっとヒカルがめっちゃ、いや星の温度マジ似合うね、めっちゃいい星の温度って言ってくれるんですよ。だから本当自信になりますね。仲良しだからこその完成度、確かに。だってね、大先輩とかだったらさ、ハモリの音程違ってもすぐ指摘ができないじゃないですか。もう私割とあちょっとそこ違いますねとかって、先生ダンスの先生とかにもね、あちょこれこっちです言ったりしちゃうんですけど、あと多分こっちです。そうなんだけど、やっぱさ一回言ってさ一回言って治らないってあるんですけど、なんかやっぱ先輩とかで一回言って、あこうですって言ってでチャレンジしてくれるけど、やっぱりなんか違うなって時に、あってなるじゃないですか。でもやっぱ仲信頼関係があるから、普通に信頼関係があるから、あそこと違うそこと違う、ちょっと毎回ね本当言ってましたね。本当に言えるのが初子だからだと思う。初子って本当にいい子なんですよ。もう初子できないって言って、やっぱできないで終わる人ってめっちゃいるじゃないですか、世の中に。私できない、
いや終わりみたいな、練習しろよってなる人はいるんですけど、よくできないよねやれやってなる人めっちゃいるじゃないですか。そのもうどの人間にも、どの人間どの職種にもいると思うんですけど、20日はできないからちゃんと練習するっていう当たり前のようで意外とできないことがねできるんですよ。誰が私の声好きって言ってくれたんですか。嬉しい。星の温度見れ、私も星の温度をもうパーティーの後、パーティー終わってからやらないと思ってたから、まさかこんな形でできるとは思わなくて嬉しかったですね。イッサーと同じユニットをしたメンバー誰？同じユニットって言ってもね、言うてだってサヤリンかギョーちゃんかセリちゃんかハツカかナギかナナセか、昨日ミッサーの声が大好きって言ってたのナナセですよ。あ、ナナセめっちゃ言ってくれるんですよ。そう、ナーセタンはこの前も私8公演で彼女をやってるんですよね。彼女っていう曲をやらせていただいてて、そう彼女の曲、そうナーセとは4も8も一緒なになることが多くて、公演で一緒になることが多くて割と。で、ミッサーの声めっちゃ好きなんだよねナーセって言ってて、そうで、それを初めて聞いたからこの前8公演で、え、そうなの？めっちゃ嬉しいって話してたら、彼女も好きだけどねナーセは過ちの方がめっちゃ好きって言ってくれて、すごいちゃんと比較して聞いてくれてるんだと思って嬉しかった。うん、ミサの出番が多かった。そうユニットね、3ユニットさせていただきました。しっぽさん、ネームスターありがとうございます。あ、シリ占い好きです。川原、あ、名前占いで川原さんの仕事運を見ると同性からの信頼が厚いとありました。何それ、私も占い大好きです。今も配信でハッツがミスさんに感謝する。あーもういい、こら本当に、だってあんだけ言われてってあれですけど、私がハッツの立場だったらって合ってると思うってぐらい、ちょっとその音ずれてる、もうちょっと高い、ちゃもうちょっと上、いやちょちょ下とかって言っちゃってたからね。何遍言わすとは先輩には言いにくいわな。でもまあ3回目ぐらいになると、ですからって言っちゃうけどね、努力しろやって話ね。そうはあちゃんが劇場展示のプロフィール帳でミッサーがおしゃれって言ってた。え、ほんと嬉しい。メンバーたちの声の話したら急に告白した。嬉しい、ありがとうございます。そう、ちょっと待って、ゆっくり言うんですか、待ってね。難しいお仕事だけどメンバーみんな好き、嬉しい、ありがとうございます。でも私、わかんないけど、私舞台から本当に1年ぐらいずっと舞台やってて、ずっと公演とかにも出れてなくて、で
いざ8公演に帰ってきたらみんなめっちゃ歌うまくなってて、でうまってこう、うま誰が歌ってんだろうってリハの時に何回かこう耳に入ってきて、うま誰だろうって見るじゃないですか。それがね、それがあの七瀬と優奈と強化馬っていうか、なんて言うんだろう、なんかめっちゃレベルアップしてるって超思って、ちょっと私はそう1年ぐらいね、やっぱり時間があるとみんな上手くなるんだなと思って、めっちゃみんなレベルアップしててびっくりした。あの私ぎょうちゃんの、そうゆなちゃんのあのヒビアル高神の歌い出しがめっちゃ好きなんですよ。オンデマンドで見たけどめっちゃ良かった。あら、ありがとうございます。彼もその話をしたことがある、誰かと一緒にショールームしながら話したので、嬉しい、ありがとうございます。これこうでしょう、シルバーと青ブルーなんだけど全然見えない。あ、かわいい、ここだけシルバーです。ちょっと白飛びで、そうですよね、すいません。あやねちゃんめっちゃうまいよね、本当に。あやねちゃん、でもそう4は割とやっぱ公演出てるからみんなの声を聞いてるからだと思うんですけど、8に久しぶりに出た時の衝撃がみんなすごかった。うまっ。だってこの前公演かな、公演で普通に準備してた時にリハーサルの時に、うまっ、お代理かなと思ってパッて画面見たらうなちゃんが歌ってて、うなちゃんめっちゃうまいじゃんって言って、あとでお代理かと思ってパッと見たらうなだった、めっちゃいいねって言ってそうなんですよ。ちょっとしたインスタイクありがとうございます。確かにタオちゃんもめっちゃ上手くなってた。みんなでもやっぱてっちゃん経験してるメンバーがめっちゃさらに上達してて、いやジョン・マイ・ラブってでの成長ってやっぱすごいんだなってとっても思いました。でも私もメンバーの声がめっちゃ好きなので、そうカレンめっちゃうまいですよね、思った。やっぱあの歌苦手って言ってるイメージがあったから、ジョン・マイ・ラブ、私ジョン・マイ・ラブをねカレンとこう行って、カレンが帰ってきたら私が行ってっていう、こう行ったり来たりがもうこうなってたんで2人とも、そうだからあんまりカレンの歌を聴くっていうタイミングがあんまりなかったんですけど、いやうまいですね、めっちゃ普通にうまい。
宇多田ちゃんからいっぱい写真が送られてきた。そう、素敵だよ、本当にみんな。いいですね。評価もめっちゃ上がってる。本当にみんな上手なんです。生ハムちゃん見て背伸びてて感動したおもろそこ。いやほんとエイトってそういうとこあるよね。私そこが好きなんです、エイト。なんかこう私そうなんて言うんだろう、ずっと一緒だからっていうのもあるのかわかんないけど、私は私だからっていうね人間があんまりいないんですよね。私は私だからっていう感じじゃなくて、本当にみんなのためにエイトのためにみたいな。エイトのためならみたいな。みんな愛が深いんですよ、本当に。そう、最高だねー。ほのちゃん眠ちい眠ちい眠たいの寝ていいよ。明日もまあリハーサルなのでセッキングでも読もうかな。みそは天使の歌声ありがとうございます。でハモリの正確さもすごいわ、ありがとうございます。13位ケンちゃんさん、12位チェリングさん、11位ジョークスノーさん、10位マサトシさん、9位オニオンナイズさん、8位サポロナーミさん、7位シュウさん、6位エンチョさん、5位ヒサシさん、4位ヒロさん、3位スポさん、2位オムライスさん、1位あのね、3ミスサが最高でした。ありがとうございました。あ、変わったけど、まあこのまま行きます。ありがとうございました。すいやせん、本当にユニットみんな可愛かったので、またオンデマンドのアーカイブとかで皆さん見てくださいね。私は星の温度、あなたとクリスマスイブとかやってますので、ガラスのアイロブやってますので、それではおやすみ。バイバイ。んにょん。たじゃー。